今回ご紹介するのは元グラビアモデルの山本あずささん。1981年4月24日生まれ。出身、千葉県。身長、157センチ。男性な都会的フェイスにちょうどいい感じのバストとスレンダーなスタイル。喋るとおバカキャラっぽいところもあり、20代前半の頃はバラエティ番組に引っ張りだこで、多くのバラエティ関係者と関係があったのではと、揶揄されるほどでした。 そんな山本あずささんは、1997年、第7回、全日本国民的美少女コンテストに応募するも、予選落ち、日経エンタテインメント、1997年10月号の特集、オーディション最前線には、指名入りで、母親と一緒に写った写真が掲載されています。高校時代から雑誌、東京ストリートニュースの読者モデルとなり、その後可愛いの読者モデルを務めたことをきっかけに、芸能界に入ります。 2002年、スーパー戦隊シリーズ、任風戦隊ハリケンジャーに、フラビー助役でレギュラー出演。もともとは戦隊側のオーディションを受けていて、最終選考の際に、動きやすい服装という連絡が本人に届いておらず、他の参加者が、スニーカーにジーンズという姿の中で、山本あずささんだけは、スカートにブーツという姿だったそう。それが印象に残り、フラビー助役に起用されたそうです。 多くのバラエティ番組に出演していた時期は生き残るために人気芸人やタレントに積極的にアプローチをしていたとか実際に肉体関係まで持っていたかは分かりませんがいろんな芸人たちの飲み会などに顔を出してすり寄っていたという噂もありますそして自身がドエスであることも告白していますのでこんなドエスのお姉さまに迫られたら誰だって落ちてしまいますよね2014年 グループス創業者でシンガポールに在住の実業家の梶原義弘と結婚。また結婚に伴い同年2月発売の写真集、アズーファイナルを最後にグラビア活動から卒業しました。12月に第1子を出産。現在は夫の梶原と共にシンガポールに在住し芸能活動は無期限休止となっています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録。 高評価よろしくお願いします。